筑豊電気鉄道5000系電車は2015年に登場した筑豊電気鉄道の鉄道車両の位置、形式である。5000日区鉄としては1988年導入の3000系以来となる新形式車で既存車両の流用品を使わない純然たる、新生車両としては同社発となる車両である。アルナ車両製のリトルダンサーアウアタイプ。 三車体二台車型の連接車で、全長は17.6メートル、定員は87名。床面を従来車両より約40センチメートル下げる、ことで、ホームとの段差をほぼなくした、同車発の超低床電車で、運転席前の正面ガラスには、曲面ガラスを採用し、かつ傾斜させた、エクステリアデザインとしている。インテリアには随所に木材を使用し、座席の柄は、 マルチストライプ柄とした。環境にも配慮しており、車内照明の LED 化や高効率な制御装置と電力回生ブレーキの搭載により、従来の車両と比べて消費電力量の大幅な削減を実現している。にもかのサービスに対応した機器を搭載しており、車内では日本語及び英語の自動放送を導入しているほか、 遮断機のない踏切の安全対策等として、ミュージックホーンを搭載している。ドアチャイムは導入しておらず、自動音声によると併予告放送を行う。本形式の導入並びに IC カード、にもかの導入にあたっては、国、福岡県及び、沿線自治体である、北九州市、中間市、能型市の財政支援を受けている。これにちなんで、第一編成。 第3編成の車体塗色には、福岡県及び山市の花に共通するイメージである、ピンクを基調とした図色を採用している。また、第2編成の図色には、自然豊かな山市と明るい未来をイメージする、ライトグリーンを、第4編成に、八区鉄電車祭り2016来場者の投票で、選ばれた、音楽川、響きなだをイメージした、ライトブルーを採用している。 5004第一編成が2014年11月に搬入、11月29日30日に黒崎車庫で開催された畜鉄電車祭り2014で初公開され、同年12月9日に報道陣に公開された。2015年3月14日のダイヤ改正時に運行を開始し、ニモカのサービスも他社を含めて全線で導入を開始した。また、 第2編成は2016年3月1日に運行を開始した。2017年2月13日には、第3編成も営業運転を開始した。当初予定の最後の編成となる第4編成は2017年12月4日、早朝、くすばしに搬入、12月18日より運行を開始した。これにより、当初計画の4編成が出揃った。ありがとうございます。